上沼恵美子が中田に一言、松本さんはやりたくて審査員やってない、これは責任感やと思うんですよ。やっぱり松本さんが審査員やると重みがあって賞レースに箔がつく、もっと言えばスポンサーもつく。松本さんご本人は責任を果たしているだけだと思うんですよ。選ぶってるわけないし、ちょっと中田さん走ったね、賢い人やのに。審査員って私もやらせていただいたんでわかるんですけど、いっぺんやってみ、審査員。大変やで。特に M1 なんて勝敗を決めるどこに自分にそんな権利があんねんと。私も審査員をしてものすごい怒られたし、ボロクソ言われて炎上しましたもんね。でもやってみて思うんですよ、松本さん責任を果たして偉い方やなと。松本さんってソフトタッチの柔らかい人やのに、それを敬意の塊みたいに言うのは間違っていると思いますね。芸人さんはほとんどダウンタウンさんの影響を受けてお笑いやりたいと思った方が多いわけやから、松本さんに笑われたい、おもろいやつやと言われたいと思うのは自然やと思うんですよ。松本さんは若手芸人に媚びさせないですよね。こんなこと個人的に言われたら傷つきますよ。松本さんは器のでかい人やから傷ついてないかもわからへんけど、私こんなん言われたら腹立つわ。喜んでやってるわけではないですよ、どう審査しようがいちいち言われるのでね。中田さんは頭の良い人やけど、松本さんを責めたらあかんわ。松本の影響を受けないでゴリラジは売れたと言ってるけど、影響を受けたからって売れませんって。松本さんに飲みに連れてもらっても売れたりはしませんわ。中田さんいらんこと言うたな。言わんこと言わんでよろしい。あなた賢いねんからそっちやっとったらええのよ。